海と日本プロジェクト in 宮城。海と日本プロジェクト in 宮城のオリジナルイベント目指せほやほやアンバサダー2日目。STU48 の沖優香さんと中村舞さんも参加。最初のプログラムは昨日知ったことを STU48 の2人にプレゼンしたりクイズを出し合ったりしました。ホヤのマーチオリジナルバージョンのミュージックビデオも撮影。 STU の人たちとなんか踊ることができて楽しかった。 STU の皆さんと踊れて嬉しかったです。続いて一行が向かったのは三里町にある木の屋石巻水産三里町工場。皆さん楽しんでいきましょう。ここでは缶詰がどうやって作られているかを学んだり缶詰を作っている様子を見学したりしました。続いては未来の自分へのメッセージを缶詰に詰めました。これを開けるときはどんな自分になってるかな。最後は海のポスター作り。2日間の体験を通して得た海への思いを大きな紙とポストカードに書きました。どんな絵が描けたかな。そしてめでたく全員がホヤホヤアンバサダーに認定されました。ホヤは一回も食べたことなくてさばいたこともなかったんですけど家でもさばいてみたいです。ホヤはまとめて丸くなって養殖されているのが印象に残りました。そうやってゴミ拾いの活動とかそういうのに進んで参加して海をどんどんきれいにしていきたいなって思いました。海と日本。チャンネル登録よろしくお願いします。